いいな、いいな。フィジカルコントローラーっていいな。フィジカルコントローラー、手で物理的に操作できるコントローラーって言えばいいのかな。例えば音楽制作の時なんかに使う、つまみとかボタンとかいっぱい並んでるコントローラーのことだよ。はえ、そんなものがあるんだね。最近は画像編集や動画編集用のコントローラーもあるみたいだけどね。ブレンダーみたいな 3D のモデリングソフトにもフィジカルコントローラーが欲しいな。 3D マウスなんかも見方によってはフィジカルコントローラーじゃない？確かにそうだね。でも音楽制作で使われるような感じのものが欲しいんだよね。作るか。え？なければ作っちゃえばいいじゃない。このパターンはまさか？てなわけでいろいろ買ってきたよ。早っ。まずはマイコン、アルドゥイーノマイクロっていうものを用意したよ。マイコンって？ちっちゃいコンピューターみたいなものかな。このアルドゥイーノというシリーズは電子工作の入門用として人気らしい。なんだか可愛いね。親しみやすい世界観も人気の秘密かもね。基板もなんだかおしゃれだな。ステッカーが同梱されてた。炊飯器に貼っておくね。ステッカーを炊飯器に貼ろうとするのやめて。その他、抵抗、配線用のケーブル、スイッチ、部品同士を接続するためのブレッドボードを用意したよ。なんかよくわからない部品がいっぱい出てきた。実は私もよくわかってない。おい、今回はこれらの部品を使って原始的なコントローラー作りに挑戦するよ。どんどんパフパフ。先が思いやられる。でもなんだかデジタルもの作りチャンネルって感じになってきたね。でしょ。ところが電子工作はど素人なんだな。はっはっは。いや、電子工作もと言った方がいいかな。先が思いやられる。まずは一つだけのスイッチを作ってみよう。マイコンとスイッチと抵抗をつないでパソコンと接続したら、アルドゥイーノ IDE というソフトでプログラムを書き込んで。できた。スイッチを押すと、ポチ。あ、エディットモードに切り替わった。もう一度押すと、今度はオブジェクトモードに切り替わった。はっ、これはもしかしてタブキー？その通り。ブレンダーではもともとエディットモードとオブジェクトモードの切り替えにショートカットキーとしてタブキーが指定されている。そしてこのボタンはタブキーとして機能するようにしているのさ。つまりモード切り替えのショートカットキーを実行しただけなのね。言ってしまえばそういうことだね。一つのボタンだけだと面白くないので、ボタンを7つに増やしてみたよ。わ、急に増えた。ポチ。これは再生ボタン。こっちは1フレーム進む。このボタンは最後のフレームに移動。これは逆再生。まさかこの7つのボタンはブレンダーのここの部分。その通り。これでブレンダーの時間は操作し放題。なんて恐ろしいもの。これじゃアニメーションがはかどっちゃうじゃないか。しかしまた何とも言えないところをコントローラー化したね。たまたまここのボタンたちが目に入ったので、うっかりコントローラー化しちまったぜ。ってなわけで今回は原始的なキーボードじゃなくて素敵なブレンダー専用コントローラーを作ってみたよ。無理やり言い直したな。次はちゃんとボディまで作りたいな。 3D プリンターでプリントして塗装をして。それは面白そうだね。こんな感じのデザインが雑。続く。よければ他の動画も見ていってね。それではまた次の動画でお会いしましょう。デジタルものづくりチャンネルでした。